はい、リサイクルショップ店長小島正大です。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、この今映っている、ハードオフで購入したジャンク LP ボックスを開封していきたいと思います。こちらは、200円、税込みで220円ですね。50枚ほど、レコードが入っているということなんですけど、この値段なら実質タダであろうというわけですね。今回買ってみました。で、店頭にこういうジャンクの箱が3つあったんですけど、これだけなんか明らかに重いんですよ。1個だけ重いんで、多分50枚って書いてるんですけど、どう考えてもそれ以上入ってるぞってやつを買ってみました。だから店員さんもこれ80枚ぐらい入れましたとか言ったんで、結構お得な内容なんじゃないかなっていうふうに思います。ジャンク品なんでレア版とかは多分ないでしょうけど、少なくとも200円以上は全然価値あるかなと思うので、早速中身見ていきたいと思います。開けていきます。よし、はい、じゃあ早速見ていきましょう。とりあえず寺尾明の、ルビーの指輪とか入ってる、めちゃめちゃ売れたアルバムが入ってました。多分邦楽が多いのかな。洋楽が入ってると嬉しいかなっていう感じですが、見ていきましょう。めちゃめちゃ入ってる。よいしょ、岸田聡と、ほう、クラシックかな、クラシックと、これちょっと全然わかんないや。それから昭和歌謡史、ジャンクコーナーって感じですね、今のところ。これは、井上陽水ですね。このライブ版だっけ、これ帯がついてないやつですね。お、吉川晃司入ってました。いいですね。よし、それからこれもちょっとわかんないな。もうちょっとわかんないですね。12インチのシングルですね。はいはい、モンタンドブラザーズと、からギターの教則レコードですね。ダウンタウンブギウギバンド、五木ひろしと、ベンチャーズも入ってました。リチャード・クレイダーマン、かぐや姫、レンタルレコードですね。それからチェッカーズも入ってました。やっぱり邦楽中心って感じですね。逸話真由美が入ってましたね。ムードミュージックライブラリーみたいな、これもよくあるレコードですね。それから、野口五郎から、愛の絆と、戦友、星の流れに、渋いですね、なかなか。風、それから、スサーナも入ってましたね。それから野口五郎と、それから松山千春ファーストと、それから松山千春さらに入ってますね。それから松山千春が続きますね。千春ばっかりですね。もうこれも北海道あるあるかもしれないですね。松山千春のレコード大量に出てくるんで、千春コンプリート、そう勢いがありますね。千春、これもそうですね。松山千春ばっかりだ。すごいラッシュが、もうしばらく千春ですね。なんか同じのめっちゃ入ってますね。しょうがないですけどね。こんな200円ですから文句は言わないですけど。それからかぐや姫ボックスかな、ちょっと崩れちゃってますが、良い子のクリスマスとお正月、それから、これはツイストも入ってました。世界大音楽全集、これはクラシックっぽいですね。これもそうですね、大音楽全集が、これもクラシック。それからやっぱり日本の結構売れたレコードが多いですね。こんな感じで、これはチェッカーズも多いですね。チェッカーズ、それから
さだまさしも多いですね。ジョイ・ビクトロン、もうちょっとわかんないや。これは、まあ、さだまさし、さだまさし、五木ひろし、かぐや姫で、チェッカーズも多いですね。チェッカーズ、森進一、これもクラシックですかね。クラシックと、まあ、邦楽って感じですね。これもそうですね、クラシック。これはリチャード・クレイダーマン、さっきもありましたね。これからお、これまたちょっと毛色が違うやつ入ってましたね。野口五郎も多いですね。野口五郎、かぐや姫、また松山千春が入ってました。近藤真彦、それからお、これはまあまあ有名版ですが、いいんじゃないですか。なんかちょっと毛色が違う、まあ、AOR 系が入ってましたね。内山田博士とクール5、これからあオフコースも入ってますね。黒澤明とロスプリモス、野口五郎、谷村新司、それからこれはちょっと分かんないな。はい、こんな感じで、これもクラシック、これは童謡かな。あ、鬼太郎で、アリスですね。もうちょっと洋楽欲しいかな、どうだろう風見慎吾と宮古晴美、これ軽いから中身入ってない気がする。青江美奈、森進一、夏メロ大行進、それからこれもクラシックですね。ボックス、童謡のレコード、津山田博士とクールファイブ。というわけでこんな感じで、やっぱり邦楽ですね。でチェッカーズはいっぱい入ってますね。こっちか、北島三郎、ジャケットなしの、この森進一、おクラシックですね。南こうせつと柴田初美入ってましたね。それからでもまあギターって書いてますね。ギターベストヒット、はい、こんな感じで歌謡曲が主ですね。やっぱり思い出のグリーングラス、それから、カラオケ版ですね。ちょっと分厚いトム・ジョーンズのライブ版が最後に入ってました。これで終わりになります。はい、皆さんどうだったでしょうか。今回はどうでしょうかね。今までに比べるとちょっと渋い内容だったような気もしますが、まあまあ何枚かまあ売れそうなやつもあるかなとは思いますが、まあまあこれで200円なら全然文句はありませんという感じの内容ですね。はい、じゃあ感想とかもぜひコメントでお待ちしてます。では今日の箱買いの開封動画は以上になります。他にもこういったレコードの開封動画出してますので、ぜひチェックしてみてください。ではご視聴ありがとうございました。